まあ、日本にとってまあ期待できる、はい、じゃあ、はい、キーパーからちょっと教えてもらおうと思うんですが、はい、今回は橋岡大樹選手が選ぶこれから日本を背負って立つ若い、今回は橋岡大樹選手に来ていただきまして、よろしくお願いします。お願いします。まあ、橋岡選手、はい、まあ、その当時橋岡とは、はい、浦和レッズ、まあ、浦和レッズ時代に橋岡選手が、まあ、ユースからトップチームに練習して、はい、その練習試合とかで試合を一緒に出させてもらって、まあ、その当時から、まあ、コーチングがね、やっぱすごい長けてたし、対人能力強かったし、来るべきこのステージに来たなっていう僕の勝手な印象で、今日本代表を選ばれたりと、はい、次期ワールドカップに期待がかかる選手の一人なんですが。はい、その今回は橋岡選手に企画としては、はい、今後、まあ、日本にとって期待できる、はい、若手ベスト11、これめっちゃ難しかったんですよね、考えてもらおうと思って考えてきてもらいたいんですが、はい、今、橋岡選手は26、24です24ですこの間24になったばっかです。若い、26、いやいや24ですまだ、はい、まだ若手中堅だったら若手の方にまだ入ると思うんですけど、その橋岡選手から見て、実際多分一緒にやってる選手とかいるので、まあ、そこの今後期待がかかるベスト11ということで、岡ちゃんがいました。レジェンドが、ひょっこりレジェンドがいましたけど、すごいベスト11にちょっと行く前に、シントトロイデンに昨シーズン34試合近く出ると思うんですけど、実際手応えも含めてどうだったかってシーズン。チームとしては12位で終わってしまったんですけど、個人としては攻撃の部分でゴールに関わることが多くなったなっていうのと、まあ、僕、守備が売りだったんですけど、シントトロイデンに行って攻撃が浦和レッズにいた時より磨かれたかなと思ってます、自分の中で。個人的には対人能力がより増したなっていう、1対1のその強さというか、はい、絶対的な負けないみたいな。はい、そこはやっぱ自信とかもその経験とかもあって。そうですね、ベルギーに行って1対1、日本と違うなと思って、相手のドリブルのタイミングだったりリズムだったりっていうのは全然違うなっていうのがあって、最初ちょっと苦戦したんですけど、それに慣れてきたら、まあ、全然できるなっていうのがありまして、だからそこでまた1個成長できたのかなと思いますね、守備のところで。だから守備でやられることがほとんどないですし、1対1とかでベルギーでもそこは負けないのかなと思いました。そんな橋岡選手に決めてもらう、はい、若手ベスト11、いやー、まあ、大丈夫かな。そこ日本の期待がかかる、はい、はい、システムは何でいきますか。433で。じゃあ1433。はい。じゃあ早速キーパーから。レジェンドとビーストが。すげえ。はい。じゃあキーパーからちょっと教えてもらおうと思うんですが。はい。まあキーパーは今浦和レッズの。鈴木ザイオン選手、鈴木ザイオン選手は僕がもう中学生くらいの頃から知ってるんで、まあ、一緒にやったのは高校3年生の時が初めて一緒にやったんですけど、やっぱこいつすげえなと思って、何がすごいかって、あの身長、体に足元もあるんですよ。なんで、まあ、やっぱ身体能力も半端ないですし。そこで僕とか、まあ、ゲーム中にシュートとか打っても全然入る気しないんですよね、やっぱでかいし、で後ろにいるとめちゃくちゃ安心感があって、まあ、コーチングもできますし、まあ、大舞台でも堂々とプレーできるっていうところで、まあ、今は西川選手がいるんで、まあ、競争が激しいんですけど、まあ、今後、絶対日本代表に入ってくる選手だなと思ってます。4バック4バック、まあ、右から、はい、半田陸選手、僕と同じポジションなんですけど、はい、この前、代表で一緒に、やりまして、今、21かな、21で、高校生の時からモンテリオ山形で、試合に出てて、もう100試合くらいモンテリオでやってるんですよね、そこで今、ガンバに行って、この前も代表でやった時に、ものすごい謙虚な人だなっていうのが人間性がすごくて、あの年で A 代表に入ってで謙虚に練習もしっかりもっとこうした方がいいかなっていうのも聞かれますし、練習終わった後に自分から率先してクロス練習だったりやってたんで、そういうのを見るとあまだまだ伸びるんだろうなっていう。僕はやっぱ同じポジションとして負けてられないんで、いいライバルが現れたなっていう感じですね。なんで今後一緒に右サイドバックを競争していければなと思います。なるほど、半田選手。はい。じゃあ2センターバック2人。まず1人チェイスアンリ選手と馬場選手。馬場選手。はい。チェイスアンリ選手に関しては僕一緒にやったことないですけど、今シュツットガルトのセカンドチームでプレーしてて。あんな若いのに海外に飛び立って、まあそうだね、しかもセンターバックっていうところなんでね、はい、でやっぱ身体能力もあって足元の技術はまだこれからっていうふうに、まあ、内田篤人さんとか言ってたんですけどまあでもそういった意味でもあの身体能力で今シュツットガルトでやれてる、あの環境に置かれてるっていうのでもう今後絶対伸びてくる。で、まあ、ドイツ1部シュツットガルトのトップチームに上がったら、まあ、また成長できると思いますし。まあものすごく期待してる選手ではいますね。あのサイズ感はね、いやなかなかないですね。なかなかないし、ヘディングも強いし、対人も強いし、まあまあ僕も同じようなタイプだったんで、見てるとちょっと気持ちいいなってなりますね。もう一人馬場選手は。馬場選手はまあプレーももちろんなんですけど、僕がアンダー世代の代表でまあ見てた時に。この選手、本当に同世代かと思って、この世代なのかと思いまして、それはどんな意味で？いや、もうめちゃくちゃひげ生えてるんですよ、貫禄ありすぎて、この年じゃないだろっていうのがあって、そこから注目してて、多分アンダー20とかの時ですかね、で、いや、こいつ20歳なのかっていうのから入って、やっぱね、ロングボールとか、パスの配球がうまいなっていう選手で、だからチェイス・アンリ選手が守備で、馬場選手も守備もできますけど、やっぱそういうところの配球で、後ろからビルドアップ引っ張っていってほしいなって思いますね。それとやっぱ貫禄がすごいんでその貫禄はちょっと、はい、出してほしいなっていうのでそこで引っ張ってほしい、はい、じゃあ続いて左サイドバック、カシーフ選手です。 FC 東京のこの前日本代表にもそうですね、スタメンで出てましたし、まあ、左サイドバックで FC 東京で長友選手と張り合ってる中で、うん、そこを勝ち抜いてカシーフ選手が出てるっていうのはものすごいことだなっていうのがありますし、まあ、一緒にやってて、まあ、半田陸選手と一緒でめちゃくちゃ謙虚なんですよ、本当に謙虚で、うん、まあ、ああやってレギュラーでスタメンで出てるにもかかわらず、まあ、まだまだだなっていう、自分はもっとやらないといけないっていうその向上心だったりっていうのが自分も、そういう感じだと思ってるんで、見ててなんかそうです、共感できる部分が多いなっていうのがあって、もちろんプレーでも運動量があって、まあ左足のクロスっていうのも武器で持ってるので、まあ、今、左サイドバック、まあ、いろんな選手が出てくるのを期待していますけど、そこで、まあ、中山雄太選手だったり勝って、カシーフ選手、競争ライバルとしてやっていってほしいなと思います。はい、まあ両サイドバックは酒井宏樹選手、長友佑都選手っていうところをいかに超えられるかっていうのを今、日本は求められているので、それを担っている選手たちということで、そうですね、中山雄太選手もやっぱものすごい選手なんで、そこをまずそこを目指してもらいたいなという。じゃあ次、中盤の3枚。中盤の3枚。じゃあ左のボランチが松木選手、左のボランチが松木選手、はい、松木選手は僕やったことないんですけど、まあ、選手権の時からやっぱ注目されてる選手じゃないですか、でプロに入ってどんくらいできるのかなっていう、まあ、そういう感じで見てたらもうプロ1年目からもう堂々とプレーしてるし、1年目のプレー嫌じゃないなと思うくらいやってたんで。まあ、あと中盤でのボール五分五分どっちのボールかなっていう時に自分のボールにする能力っていうのがすごいのかなって思いますね。でもちろん攻撃でも自分で行くこともできるし、ラストパスっていうのもできるんで、そういう意味でも、松木選手は絶対これ上に行くなと思います。はい、次じゃあお願いします。あとは真ん中で佐野選手、鹿島アントラーズの佐野選手、この人はボールダッシュ能力がすごいっていうのがあって、で僕、鈴木優磨選手と話すことがあるんですけど、鈴木優磨選手も佐野いいぞっていうふうに言ってたんで、今後、遠藤航選手のディエルの強さっていうのに負けないくらいになっていけるんではないかなと思います。はい、ボールダッシュ能力はなかなか身につくものではないからね。いや、身につくものじゃないですね。右が福井選手、今、バイエルンのセカンドチームでやってる、この選手は多分まだ若いんですけど、ボールを持てる。中盤でビビらずにボールを受けることができて、結構、バイエルンの試合もちょこっとだけ見たら、起点になってるよね。すごいです。ボール集まってきてる、ね、集まって多分もううまいっていうのは分かってるんで、あそこに預けとけば何かしてくれるなっていうのは多分みんな分かってると思うんで、で選手、自分からも怖がらずに、中盤でもどんどん受けて、前向いて、仕掛けてっていうプレーができるので、まだ若いですし、でバイエルンでやっている。これで、バイエルンのトップとかに上がってしまったら、もう日本を代表するトッププレーヤーになるくらいになれるんじゃないかなと思います。僕も、負けてられないですけど、ちょっと期待してはいます。はい、福井選手、バイエルン。最後、前の3枚。前の3枚。まずは右、高虎選手。川崎フロンターレ、はい、川崎フロンターレ、はい、選手はもうドリブルがすごいなっていうのがあって、すごいね。僕が対峙した時に、この選手対峙するの嫌だなっていう感覚で見たんですよ。そうなった時に、やっぱこの選手はすごい選手なんだなと思って、こういうキュンキュンなドリブルで緩急もすごいですし、切り返しがちょっとやっぱうまいんですよ。深いし、ああいう選手は少し僕はやりづらいなっていうのがあるんで、注目して見てたらやっぱ活躍もしてるので、川崎フロンターレでもっと活躍して代表にも行ってくれる選手なのかなと思います。切り返し深いのってマイナス気味に切り返すじゃん。あれ取れないもんね、ディフェンス。絶対取れないです。ね。しかも切り返し深いと、やっぱ絶対にクロス上げてくるだろうと思ってこう飛び込むんで、切り返しパッてされた時にどうしてもその2個目が遅くなっちゃうんですよ。だからそこでクロス上げたり中に行かれたりするんですけど、だからそういうのができる選手だと思います。みんな馴染み深いところで言うと、三笘選手みたいなね。そうですね、そうですね。いやー、すごいですね。なるほど。はい。で、トップが細谷選手ですね。おお、柏レイソル。はい。はい。柏レイソルの試合を見たときに、細谷選手はすごい点を取れる選手っていうのは分かってたんですけど、フィジカルがとにかく強いなってなりますね。負けないもんね。いや、負けないです。J リーグの外国籍の選手にも全然負けないし、でキープ力もありますし、あと抜け出しもうまいっていうのもあるんで、フォワードとしては全て揃ってるのかなと思いますね。フィジカル、走れますし、チームを頑張れる選手なんで。そういった意味ではものすごく今の日本代表にどんどん入っていける選手なのかなとは思いました。じゃあ最後の1人お願いします。最後の1人はみんな知ってると思うんですけど、久保選手です。だって若手ですもんね。若手ですから、久保選手。21歳なんで。そうか。こういう深いもんね。そうですね。2個下なんですよ、僕の。で、今パリオリンピック世代に入っていける世代なんで、久保選手は、今、レアルと試合で大活躍してますけど、ああいう選手がパリ五輪を引っ張っていってもらいたいなっていう、パリ五輪もそうですけど、A 代表、今でさえ引っ張ってくる選手だと思ってるんで、ああ見えて、結構クールそうに見えるんですけど、めちゃくちゃおしゃべりで、そういうキャラの良さっていうのもあるんで、ものすごくここから世界を代表する選手になっていくんじゃないかなと思います。はい、今回は橋岡大樹選手が選ぶ、これから日本を背負って立つ若手、才能若手、ベスト11ということで、大丈夫かな、橋岡選手も現日本代表ということで、これから目標を含め、日本代表に定着するっていうのが一つの目標ですし、今はまだ定着してないし、入っていくのがやっとっていうとこなんで、まあ、入っていってしっかりレギュラーをつかむ、試合に出るっていうのをまず1つ目の目標として、そして自分の個人としてはステップアップできるようにチームに行くっていうのも自分の中での今年の目標なので、今年はまあいろいろ変化が起こせる年なのかなと思ってます。まあ、代表も年代がいろいろ変わって、いろんな若い選手が入っていくようになってチャンスだと思うので、ここからしっかり自分のいいところを見せつけて定着して、3年後のワールドカップにレギュラーとして出れるように頑張りたいなと思います。ありがとうございます。はい、ありがとうございます。橋岡大樹選手でした。概要欄のように橋岡選手の SNS の情報だったりとか期待しておりますので、皆さんぜひこれからもう本当に期待を持てる、日本を背負って立って、くれる選手だと選手です。いやいやいや、選手だと思う。僕は信じてるんで、高校の時からも信じてる。はい、ありがとうございます。頑張ります。応援よろしくお願いします。ありがとうございました。